今回アプリやテレビは日本語に訳すと緑の入り江という意味を持つバイアベルデの美しい海岸を訪れます。バイアベルデはレッチェ県のガリーポリ市管轄にある入り江です。ガリーポリの町から南へ3キロ足らずの距離にあるバイアベルデはマンカベルサの港からもわずか6キロの遠浅の砂浜です。聖アンドレア島並びにピッツォ岬沿岸県立自然公園とも隣接しています。この自然公園はこの地域に広がる地中海性灌木林、地中海性ステップ地帯、湿地帯などのバラエティに富む自然環境を保護するために2006年7月10日に設立されました。バイアベルデはサレント半島の中でも粒が細かい砂浜と目を疑うほど透き通った美しい海で有名な海岸です。海岸にはさらにこの地域でも有数の海浜施設が備えられており、海水浴客の要望に広く応えるための配慮がなされています。夏場は白い砂浜が広がる海岸から目と鼻の先に用意された別荘やアパートに人が集まり、バイアベルデがにぎわう時期です。一方、冬場になるとバイアベルデは途端に寂しくなります。最新の人口調査によれば、この土地に1年を通じて居住する人は90人足らずだと言われています。